皆さんこんにちは、えんみかです。私は札幌で異業種交流会の世話人をしています。今はお休み中なんですけれども、今日はそのランチ会を紹介していきたいと思います。えんみかの職業はライターです。子育てが落ち着いた40代を過ぎてからライターになったという経緯があります。今日はランチ会です。今から4年前、ライターとしての初めての仕事はこのランチ会で知り合った方からいただいたのが思い出です。私は受付担当なので、少し早めに到着をして受付をするのですが、この日はちょっと遅れてしまったんですよね。お世話になります。おはようございます。もうすでに集まり始めている時間でした。各自で名刺交換やご挨拶が始まっています。この方が異業種交流会の代表、金子さんです。私の代わりにこの日が受付をしてくださっていました。会場のこのフードハウスは札幌大通公園の6丁目にあります。ヤクルトの大きな看板が目印です。中では社員食堂も兼ねていまして、中華の食堂が2つ並んでいます。エントランス会の受付は会場の中にあります。食事代の1000円をいただきます。ランチ会ですって言わないと、あのまた1000円くださいって言われちゃう。ランチ会ですって言ってください。はい、はい、領収書もそこでもらいます。はい、はい、それでは、ちょっと食べ終わってる方もすでにいらっしゃるんで、あの一回始めたいと思います。で今日、エントランス会で早速スタートしていきたいと思います。紹介します、ね、金子と言います。よろしくお願いします。今日はエントランス会なので、あの食べながら、まだ目に来てない方もなんかピーピーになったら取りに行っていただいて全然大丈夫ですということです。で今日初めて参加していただいた方に、自己紹介を簡単にしていただきたいと思います。まあ、名前と仕事内容と、簡単に1、2分で伝えていただければと思います。ちょっと来た順番とは全然違うんで、PR をお願いをしています。で今日は伊藤さんの方にお願いをしてもらってますので、自分の仕事をちょっと詳しめに今日は説明をさせていただいて、名刺交換タイムというふうにしていきたいと思います。まあ、今日は簡単に私の仕事についてお話をさせていただきたいと思います。で、あのモチベーターっていうちょっとあの珍しい肩書きだと思うんですけれども、でどんな仕事をしているのかっていうと、傘ない人はちょっと困ったかなっていう感じなんですけれども、今日もね、あの天気ちょっとあまり良くないんですけれども、お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、お盆明けでね、ちょっとお疲れなところもあると思うんですが、これから北海道もね、秋のオータムフェストも、ね、盛り上がってくると思うので、また秋の楽しみも皆さん楽しんでいただけたらなと思います。来月は9月の17日の第3火曜日に同じ会場で行いますので、また皆さん来ていただけたら嬉しいと思います。あとお友達などもね、お誘いしてください。あの気軽な会ですので、あの仕事してるとかしてないとか関係なく、あの変な人じゃなければ大丈夫です。ちょっと怪しい人はね、ちょっとお断りしていい、怪しくない人で健全な人をご紹介していただけたら。健全じゃないよね。いや大丈夫、朝は大丈夫。誰かは、はい、たまにちょっとね変わってる人もいるので、普段ちょっとね、あのうちの用心棒に追い払ってもらっているので、こんな感じでやっております。来月は17日でまた来ていただけたら嬉しいです。あの今日は2時ぐらいまでこの会場を借りていますので、まあ、コーヒー飲んだり、あのお話ししたり交流していただけたらと思います。じゃあ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ランチ会のメニューは特別メニューでご用意いただいています。A と B のセットから選びます。A ランチは普通のメニュー。これ A ランチ。鶏の鶏から炒め。鶏から炒め。マヨネーズ。参加表明は Facebook のイベントページからになります。
3人入ってればいいのかな、はい、いいですよ、はい、改めましてエントランス会の世話人からご挨拶です。毎月第3火曜日エントランス会、みんなの縁を結ぶエントランス会開催してます。第3火曜日、大通り26丁目のフルトナーでロッカロスで行っております。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。今のところ感染症拡大の影響で2020年6月以降の開催はまだ未定となっています。ここからは会場のフードハウス周辺の札幌大通公園の四季の様子をお伝えします。毎年この5月はライラックの花が咲き、6月はよさこいソーラン祭り、バラの花も綺麗な時期を迎えます。夏はワゴンのトウキビがとっても美味しい時期に入ります。紅葉はだいたい10月の中旬ぐらいから始まります。私も大通公園は大好きで、子供が小さい時に大きな滑り台によく子供と一緒に遊びに来たりしていました。こうやって月1回のランチ会の帰りに公園をふらっと歩くのがとても好きです。いよいよ札幌の冬、ニューヒンクリスマスイチ、そしてイルミネーション、それから2月の雪まつりと続きます。異業種交流会と札幌大通公園の四季いかがでしたでしょうか。エンミカチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。